しいとリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるものは意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちは風の中、孤独瞳に深め寂しく歩いた。自殺者と高齢者の保護はした国で、PCR のハイスコア競い合った。退屈なメディア刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。ああ行儀よくマスクなんてできやしなかった。山手線マスクつけず乗車して回った。逆らい続けあがき続けた。早く自由信じられぬ飛沫感染との争いの中で、フェイスシールド一体何防げるのだろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたこと、コロナ支配から卒業。誰かの感染の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ安全か知りたかった。マスクだけが必要だと堅くなに信じて、従うとは感染しないことと言い聞かした。友達にさえ強がってみせた。時には誰かを傷つけても、やがて誰も嘘に気づいて。大橋教授の言葉と理想の愛、それだけに心奪われた。生きるためにいつもマスクつけろというが、人を愛すまっすぐさを強く信じた。大切なのは何？愛することと生きるためにすることの区別。逆らい続けあがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ飛沫感染との争いの中で、フェイスシールド一体何防げるのだろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたこと、コロナ支配からの卒業。マスクして一体何防げるというのか、殺菌の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか。俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか。これからは
卒業3密からの卒業